ホワイト参法には、ミホ海運が運行していたフェリー。ホワイト参法の大船として、林建造船下の石造船所で建造され、1981年に就航した。1997年に、ミホ海運の解散により、愛媛阪神フェリーに譲渡され、2000年7月10日の航路廃止まで就航した。シンクル島ドック。 大制工場で整備後、7月21日に日本を離れた。フィリピンの WG&A は委託され、スーパーフェリーで、スーパーフェリー14として就航していたが、2004年に爆破テロによる火災で損傷、沈没した。瀬戸内海航路及び中距離航路のフェリーとして、初めて1万総トンを超え、車両搭載能力に重点を置きる各設備を、 簡素化したフェリーが主流となる中、中距離航路のフェリーとしては類を見ない、豪華フェリーとして建造された。充実した旅客設備と豪華な内装を備え、クイーンエリザベス2のファンネル形状を模した煙突、船体側面に描かれた巨大な鳳凰など、外観も印象的であった。一方で、スタンスラスターを装備していないため、 今治港と松山港では衛星を常時使用していた。愛媛阪神フェリーへの譲渡後、六甲アイランドフェリーターミナルへの発着地の移転に、合わせて、右舷後部に、車両搭載口を増設する改造を受けている。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備娯楽設備。ありがとうございます。